ルカ子よ、お前、俺が与えた刀はどうした？力を制御するためのかやったのだぞ。ああ、秋葉の武器屋本舗で買ったやつでしょ。980円だっけ。マユリ、それ以上言うと奴らに消されるぞ。この件については口を出すな。してくれてありがとう。でもでも、奴らって誰かな。それでいるか。妖刀サムダリはちゃんと使っているのか。はい、一日一回は素振りを。あれを持ち、精神残魔流を極めさえする。お前は己の内にある邪悪な炎に焼かれずに済む。素敵なものをプレゼントしてもらえて、岡部さんには感謝しています。俺は岡部ではない。オカリンだよ。ごめんなさい、京馬さん。別ればいいのだ。では合言葉。エルプサイコンガリウム。違う、コンガリューではなくコングルーだ。はい、エルプサイコングルー。これでいいですか。ありがとうございます。美しい師弟関係だね。マユシーは不女子じゃないけど、ちょっとドキドキしてきちゃうよ。マユリちゃん、変な想像しないで。Thank you.
それでなぜマユリはここにいる？ルカ君に会いに来たんだよ。来月のコミマでライネットのキラリちゃんこそをしてほしいってずっと頼んでるのに、ちっともオッケーしてくれないんだよ。だってコスプレするなんて僕恥ずかしいよ。でもでもルカ君は絶対似合うと思うんだ。こんな可愛い子が女の子のはずがないって大人気になるよ。ねえしようよコスプレデビュくだらないことは後でやるんだな。マユシーにとっては大事なことだもん。俺にとってはくだらないことなのだ。それよりルカ子よ、俺がこの神社を訪ねたのは他でもない、お祓いを頼みたいのだが、やってもらえないだろうか。いや、そこまで大げさにしなくていい。気休めでいいのだ。というわけで、例のあれを持ってこい。例のあれと言いますと、サミダレですか？違う。お祓いに用途は必要ないだろう。お祓いと言ったらあれに決まっている。正式な名称は分からんが、棒に白い紙がふさふさとついていて、神主がわさわさと振るやつだ。今のオカリンの説明、ゆとりっぽいね。あ、おほぬさですね。でも、お父さんしてくれるかな。ちょっと聞いてきます。これからバイトだから、もう行くね。そうか、頑張ってこい。バイトが終わったら直接帰るのか。
けで、また明日ね。マユリ、お前はあの時ラジカンで男の悲鳴を聞いたよ。悲鳴？それっていつのこと？今日の昼だ。そうか、分かった。だったらいい。変なオカリ。じゃあね、トゥットゥルン。岡部さん、お待たせしました。できました。よかったです。あれ、まゆりちゃんは帰ったんですか？まゆりはどうでもいいから、今すぐお祓いを始めるのだ、ルカ子よ。あ、はい、僕でいいんでしょうか？そもそも何に対するお祓いを？俺に取り付いた悪霊が。沈まれ悪霊よ。急げルカ子、このままでは俺は乗っ取られる。そんな岡部さん、しっかりしてください。俺は岡部さんではない。すいません、京馬さん。でも僕、どうしたら。お祓いを急げ。この前教えた通りにやればいい。腕にフサフサを当てろ。
そうですか。大丈夫だ。悪霊は去ったようだ。よくやったな、ルカ子。お役に立ててよかったです。